フレデリック・ジェフスキーフレデリック・アンソニー・ジェフスキーはアメリカ合衆国の作曲家、ピアニスト、ポーランド系、マサチューセッツ州ウェストフィールドで薬屋の息子として生まれ、5歳からピアノを弾き始める。フィリップス・アカデミーで学び、ハーバード大学とプリンストン大学にて、バージル・トムソン、ロジャー・セッションズ、ウォルター・ピストンらに指示。1960年にイタリアに留学して、 ルイジダンラピッコラに支持したのに加えて、現代ピアノ音楽の演奏者として、活動を開始。1962年10月10日には、パレルモニテ、カール・ハインツ・シュトックハウゼンのピアノ曲 X、クラビア・クック X を初演している。また、しばしば即興演奏も行った。数年後には、ムジカ・エレットロニカ・ビーバの共同創設者に名を連ねる。同団体は、 電子楽器の生演奏と集団による共同制作による手続きが特徴的であった。1960年代初頭以来、ジェフスキーは国際的な現代音楽シーンの主要人物であり、そのキャリアと数多くの作品は安易な区分を拒絶している。1969年、管理された偶然性の要素を取り込んだミニマルミュージック作品パニュールジュの羊でムータンズで、 ポンリジアを発表。これは、不特定の旋律楽器群のための作品で、65の音符からなる旋律の構成音それぞれの上に番号が振られ、それらを一定の規則に従って演奏するというもの。演奏者は間違えると、その箇所から引き直しを行うように指示されており、意図せざる間違いが旋律のズレになり、そこから音のもあれが生まれる。パニュルジュとは、 フランソア・ラブレーのガルガンチュアとパンタグリュエル物語に出てくる登場人物であり、パニュルジュの羊は、同物語第4の書のエピソードで、フアライドをする者の,のことを指す。1971年にアメリカへ帰国。1977年にリエージュベルギー王立音楽院作曲家教授に就任。その後、短期間イエール大学、カリフォルニア芸術大学、 カリフォルニア大学サンディエゴ校、シンシナティ大学、ハーグ王立音楽院、トリニティ音楽院など、国内外の音楽学校や大学でも、教弁をとった。亡くなった時には、かつての留学先のイタリアに居住していた。ジェフスキー作品のほとんどは、あからさまに政治的で、即興的な要素が目立っている。ジェフスキーが、マルクス主義者であることは異論を待たない。 比較的よく知られた作品の一つに、不屈の民変装曲、The People United Will Never Be Defeated や、1971年のアッティカ刑務所暴動の、サイの、統刑務所服役集からの手紙に曲付けした、Coming Together Coming Together North American b a ースアメリカンバラードノース、アメリカンバラーズ、石油価格 the Price of Oil, 限りない空間の静けされサイレンスでエスパス、インハニスがある。 アンティゴネーシンは、アンティゴネーレジェンドは、アメリカの政策に反対の意思表明をしたものであり、1986年4月の初演は、作曲者にとっても突然で驚いたことに、米軍のリビア爆撃の投矢であったという。ジェフスキーの作曲家としての姿勢、とりわけ社会参加のあり方は、高橋雄治と水牛楽団の活動と並行していた。不屈の民変曲は、 かつての高橋自身が得意とするレパートリーの一つであった。作曲活動とピアノ演奏は定期的に行われ、世界中でライブを行い続けており、70歳を過ぎてもピアノの腕前はなくなるまで健在で過去作の音源化も盛んに行われた。かつては全音楽部出版社、フロックピーク出版社、アデッソ出版社から作品を出版していたものの、 後年のジェフスキーはコピーレフトの考えを表明し、他の作品の大部分を国際学フライブラリープロジェクトで無料公開している。ソ連とその衛星国の共産政権が崩壊した後、ジェフスキーは表だった政治的な活動を題名には反映させつつ、12音組織から全ての音程を引き出すテクニックに固執し出し、演奏家集団による過激な即興演奏を揚げを、 潜めるようになった。ついたちのうちにすべて聞くことのできないピアノ作品、あるいはピアノのための長編小説だと本人も語ったピアニストのための道はパート7で一旦終始線が引かれエピローグも付された。この時点で全曲が5時間を超えると言われた。その後パート8と題される続編が新たに書かれたが、このパートのみで3時間を超える。こうして 世界で最も長いピアノのための作品は2003年に完成。実現不可能と目された全曲世界初演はロンドンで作曲者を含む複数のピアニストたちによって10時間かけて2006年5月8日に行われた。ピアニストはピアノを弾く他様々な演劇的動作を行う必要があり、かつての即興グループにいた頃の身体性を部分的には参照していた。 1990年代以後は、ピアノのための、そなた、還元楽のための、ポケット公共曲、ピアノと還元楽のための、ピアノ競争曲、ピアノと還元楽のための、犬の生活、ピアノのための、夢などといった19世紀的な題名を採用することが多くなり、調整音楽への傾斜は明らかであった。ありがとうございます。